こんにちは。こんにちは。ん？ん？何その顔？あ、ごめんごめん。ごめんねごめんね。あ、そっか、ビビってんのか、うん。新しいところだからね。ごめんね。ごめんごめんごめん。ん？ここお家だよ。ムチムチのお家。かわいい。めちゃくちゃかわいい。かわいい。うん。すごいかわいいね。大丈夫だよ。あ、ムチムチと鏡。ムチムチと鏡。後ろめっちゃ汚い。汚い。あ、元気になってきた。あ よいしょ。ということで、去年のね、ふるさと納税で頼んでたさくらんぼが届きました。で、ね、時期的にね、今めっちゃシーズンなんで、そろそろかなと思ったら届きました。ふるさと納税にはね、こうやって季節のものとかもあったりするから、全部が全部ね、すぐ届くわけじゃないんですけど、めっちゃいいよね、さくらんぼとか。高いし。わーお、長石です。長石。はい。めっちゃ美味しそうなんだけど。見える？これ。あの、気になる方、ふるさと納税のシステムぜひ調べてみてください。ということで、あとでちょっとひなちゃんと食べ、まあ、ちょっと一個だけ今つまんじゃおうかな。見て、めっちゃうまそう。いただきます。甘っ。あ、めっちゃうまい。最高です。これちょっと左とね、ゆっくり食べたいと思います。うちの2回目のワクチンを、うちに行ってきたいと思います。頑張ろうね、うち。いい子にしてます。行こうか。うん。うん。行こうね。サラウドゥン。長崎なんだ、サラうどんって。そうだよ。作ります。ちゃんぽんサラうどんだ。材料は人参、白菜、長ネギ、卵。なに？うち待て。お座り、むちお座り。待てよ、むち。待てよ。むち待ってよ。よし。偉いね。偉いね。ゆっくり食べろ。もうつくぞ、耳が。かわいいね。おいしい餅。おいしいね。食べた？食べた。うん。あ、ごちそうさま。お耳拭きますよ。みちさ、あ、キャップした。みちさ、ここクスクスするからいっぱいつくんだよ。あ、舐めて。うん。全然関係ないところまでも舐める。もちろん。はい、お口。はい。えらいね。ここ拭いとくね。
は豚バラ使います。にゃいちゃんさん、むき、え、にゃいちゃんさん、怖い、丸焼き餅だぞ。怖いか。こんがり焼いてやるさ。あ、入れすぎた。ありがとう。めっちゃうまそう。ファミコンリクエスト。え、大好き俺それ。珍しく。めっちゃうまい。うん、めっちゃうまい。リクエスト最高です。朝食に食べます。てーん。うわ、重っ。くぃー。ドン。え、パンパンすぎる。マチョが
唯一飲めるカフェベースカフェラテなんですけど、これ甘さ控えめなんだけど、なんか苦味とか私があまり得意じゃないコーヒーの感じのものが少なくてすごく飲みやすいです。カフェベース贅沢抹茶ラテっていう方の買いました。なんかこれのほうじ茶とかなんか紅茶バージョンとかもなんかあるらしくて気になってるんだけど、まだ見つけられてないので。これも美味しかった。最近ちょっと抹茶ブーム来てる。ごちそうさまでした。プチン、かわいいね。捕まった。はい、おしっこ。ちょっとお出かけに行ってきます。そして夕飯の買い出しがまだなので、今日は何を作るか考えながら買い出しに行きたいと思います。今日はシーン、オールシーンコーデです。最近買ったこのパンツがめちゃくちゃゴムで楽ちんなのに足も長く見えてお気に入りです。よいしょ、はあ、帰ってきました。ゆだどう気になってたアイス、あと私の大好きな長芋キムチ、これ美味しいんだ。待って、あとはトウモロコシも安かった。よし、ちょっと前にバーベキューした時の残り物の玉ねぎを使います。
もう一口大に。ちょっと大きめにします。この辺りか、この辺りか、ルーを入れました。隠し味です。隠し味です。うちです。こんばんは。うちここに入ってこないでください。でもいっぱいご飯があるので危ないです。いただきます。めっちゃうまそう、うん、確かにカレーに見えるね。ハヤシライスか、こうやって食べるの。うん、ハヤシライスだと思ってたの。でも、美味しいね。うん。